皆様、こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。皆様、こんにちは。関西の田舎に住む工場勤務の女工の花、36歳です。本業の手取り4万円の社会の底辺工場の給料では生活ができないので、副業で複数の食品工場で日雇いバイトをする、バツイチ独身、 一人暮らしのきつい食品工場勤務です。そんな終わっている私が、日雇いバイト食品工場で働く、リアルできつい一日をご紹介します。では、行きます。きつい食品工場勤務、36歳日雇いバイトの一日ルーティン。午前6時起床、辛い一日の始まり。 日雇いの食品工場勤務は勤務時間がバラバラの場合が多く、この日は朝7時集合の早晩の仕事だったので、朝の6時に起きます。20分後には出発をしなければいけなかったので、ぐずぐずはしていられません。私は変則勤務が苦手で、勤務時間がバラバラなことは、私にとっては一番きついポイントです。 午前6時5分58秒の弁当作り時間に余裕がないので起きたらすぐにお弁当の試作です先日に仕込んでおいた卵サンドの素を使って卵サンドを作りますラップを敷いて食パンをラップの上に置いて卵サンドの素をパンに絞ってたっぷり具だくさんで食べ応えのある肉体労働にはちょうどいい いい感じの量に絞れたらもう1枚のパンをしっかりと重ねて量が足りているか心配になったので中身をもう一度確認してラップで包んで食パンから具材のおもらしを防止するための袋に入れて完成動画を撮りながらのお弁当作りにかかった時間はわずか58秒。 撮影をしていなかったら多分30秒くらいでできたと思います。午前6時10分、約40秒の朝食作り。肉体労働、工場勤務の朝食は、味や見た目はどうでもよく、とにかく栄養をとることが大切です。気持ちが悪くて全く食欲のない起床直後でも食べられる。 いや、流し込むことができる食事を作ります。作ったメニューはこんな感じで、肉体労働、体力勝負のエネルギー源である炭水化物のご飯に味の素を加え、血糖値を一気に上げないために、ナス・ピーマンの総菜を加え、飲み込みやすいように氷水を加え、タンパク源の卵も加えます。 完成品はこんな感じで、今回は組み合わせが完全に失敗で、完成品を見て正直気持ち悪くて食べたくないと思いましたが、私の場合は起床直後は食欲がなく、気持ちの悪い時は何を食べても気持ちが悪いので、気にせずに食べました。普通に考えれば当たり前のことなのですが、ピーマンとごまを入れたのが失敗で、 飲み込んでいたら蒸せてそこそこ噛まなければならず、ぼそぼそとしていたので蒸せて変なところにご飯が入って鼻からご飯が出てきたので、この組み合わせは一生ないと思いました。午前6時15分、眠気覚ましのコーヒー。いつもより1時間とはいえ早起きをして、眠くてぼーっとしているので、 眠気を覚ますためにインスタントコーヒーを飲みます。時間がない状況で家を出るまで残り5分、ゆっくりとはしていられません。コーヒーは食卓に運ばず、台所の流し台の前でそのまま飲みます。一気に飲み干して所要時間は12秒でした。午前6時20分、10秒で準備完了。 もう本当に時間がありません。先ほど作った弁当とリンゴをリュックに詰めて10秒程度で身支度を完成させて出発します。食品工場は袖のある T シャツと靴下を履いていれば OK。服装が自由で起きたままの服装で出社をしても全く問題がありません。実際この日は着替えをすることなく 起きた時の服装に靴下を履いて出社しました。午前8時、食品工場に到着。白装束に着替える。食品工場は帽子からズボンまですべて真っ白な服に着替え、厳重な手洗いをして、風の出る箱に入ってほこりを落として、ゴム手袋をします。手洗いだけではなく、髪の毛なども気にしなければいけないので、 この作業が地味にめんどくさく、これが食品工場で勤務をするデメリットです。日雇い生花工場、業務開始。食品工場にアルバイトや日雇いバイトで行くと、大抵の場合は、ライン作業かフルーツカットなどの単純作業を任されます。業務はこの動画レベルで、一日中イチゴのヘタを取ったり、 シャインマスカットを半分に切ったりする場合もあれば、ライン作業で流れてくるケーキにチョコレートなどをトッピングすることもあり、作業によって難易度や疲労度が全く異なり、もう二度とやりたくないと思うこともあれば、楽勝と思うこともあり、日雇いバイトはロシアンルーレットで、日によって疲労具合が全く違います。 一体いつになるかわからない昼食食品工場の昼食の時間は予定が大体決まっている工業製品の工場と違って不規則な場合が多く出勤時間が早い場合や生産状況によっては朝の10時に昼食になったり午後の3時おやつの時間が昼食になることも珍しくありません この日は午前11時にもなっていないのに昼食で、あまりお腹が空いていない中、朝に作った具沢山さんのサンドイッチとリンゴを完食しました。体力を使う仕事なので、しっかりと食べておいた方が疲れがたまりにくく、お腹が空いていなくても食べておきます。もしここで食べておかないと、残業になった時に辛くなります。 変わり映えのしない午後の仕事。基本的に日雇いバイトやアルバイトの場合は単純作業なので、午後からも朝と同じ仕事をして、最後は掃除をして業務を終了します。業務終了。食品の遮販は最高。特に成果系の食品工場の最大のメリットが遮販で、 スイーツやフルーツなどを購入することができることです。今回購入したのは高級フルーツのシャインマスカットで、ずしっとくる重さと、この大きさの袋で500円でした。最近は社販のシャインマスカット目当てで、聖火工場の日雇いバイトに応募しております。食品工場の中でも聖火系を選ぶ最大の理由がこれで、 成果系は運が良ければ定価の10分の1から1 5分の1くらいで購入することができます。車販で果物やお菓子を買ったら帰宅します。帰宅時間はバラバラです。食品工場は出社時間がバラバラで残業になる場合があったり早帰りがある場合があったりで帰宅時間はバラバラです。 この日は少し残業があったくらいだったので5時に帰宅できました。出社時間が早いと帰宅時間も早いので時間に余裕ができ帰った時点ではあまり疲れていなかったので明日からの社会の底辺工場の本業に向けて作り置きの総菜を作りました。これがあると平日の難易度が一気に下がり フルタイムで働いていても、そこそこ楽にまともな食事やお弁当を食べることができます。午後6時30分、質素な食事。先ほど作った総菜を組み合わせ、夕食にしては質素な食事を作ります。よく言えば健康的で質素。悪く言えば量が少なくて貧乏くさいこのメニューですが、 今日この日は特別です。生花工場の車販で購入したシャインマスカット一房を加えれば、あら、なんということでしょう。悪く言えば量が少なくて貧乏臭い食卓が一気に華やかで豪華に変貌します。何千円もする高級ケーキに乗っている高級マスカットなので味は非常に美味しく、 近所のスーパーで一番高いマスカット以上でした。高級洋菓子店の工場のマスカットは異常に甘くみずみずしくて美味しいので、バクバクガスガス食べて一人で一気に一房を食い切りました。午後8時、風呂に入らずに就寝します。糖分の多いフルーツをお腹いっぱい食べたこともあって、疲れが一気に出て、 本気で眠くなり、風呂に入らずこのままの格好で就寝しました。もし食品工場にレギュラーで勤務するなら、このような不潔行為は絶対にあってはならないことで、衛生面を考慮し、絶対に毎日風呂に入って、身体の清潔に努めなければなりません。本業が底辺なので、風呂は不要です。 しかし私はこのドブ池のようなカメが餌を奪い合う汚い池のような場所で働いており臭い人と汚い人がいっぱい働いている社会の底辺工場で一体何になるかわからない何か死と不明の工業製品を作る機械オペレーターとして働いています食品工場で働いた次の日は 社会の底辺工場で働く日で、社会の底辺工場には臭い人と汚い人がいっぱいいるので、清潔にしていく必要は全くなく、どうでもいいので、この日はお風呂に入らず、そのまま就寝しました。これで食品工場の一日は終わりです。お疲れ様でした。 皆様から日雇いバイトはどうやって探すのとよく質問をいただくことがあるので誰にでもできる日雇いバイトの良い探し方をご紹介しますプライバシーの都合上私の登録しているアプリサイト会社は秘密ですが日雇いバイトを紹介している似たような会社はたくさんありタイミーやプチジョブなどで日雇いバイトを簡単にゲットすることができます 当然ですが登録は無料で、生果系の食品会社はこのような感じで掲載されており、意外と簡単に探すことができます。概要欄とコメント欄にリンクを貼っておきますので、働きたい方はもちろん、ご興味をお持ちの方は求人を見てみるつもりで登録してみてください。本日はご視聴ありがとうございました。 工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。